ディアブロキャニオン発電所は、カリフォルニア州、サンルイス・オビスポ郡はアビラビーチに位置する原子力発電所である。発電所には、ウェスティングハウス社設計の加圧水型原子炉があり、パシフィックガスエレクトリックが運用を行っている。施設は、カリルニア州アビラビーチの約750エーカーの敷地を占める。二つの1100メガワットの原子炉が、 毎年約1万 8000GWh の発電を行い、5500KV の送電線を通じて、約220万人に電気を供給する。施設は断層の上に建てられており、近くに別の断層もある。発電所は原子力規制委員会リージョン5の管轄圏内にある。2009年11月、PG&E は、 原子力規制委員会に20年間の免許更新を申請した。2016年6月、PG&E は2025年までに閉鎖することを発表した。1号機は、ウェスティングハウス社製の1122メガワットの加圧水型原子炉である。1985年5月7日より運用されており、2024年11月2日まで運用免許が与えられている。 2006年現在、994万 4983MWH の発電を行う。2号機は、ウェスティングハウス社製の1 1 1 8メガワットの加圧水型原子炉である。1986年3月3日より運用されており、2025年8月20日まで運用免許が与えられている。2006年現在、852万、 MWH の発電を行う。発電所は太平洋から冷却水を引いており、嵐の際には海藻が冷却水に混入しないよう稼動率が80%に抑えられる。冷却水は一度のみ利用され再循環はされず、若干高い水温で太平洋に返される。ディアブルキャニオン原発はサンアンドレアス断層を含む4つ。 断層から引き起こされる可能性のあるマグニチュード6.75の地震に耐えられるよう設計されたが、後にマグニチュード7.5の揺れにも耐えられるように改良された。重層的な地震監視システムと安全システムが設計されており、揺れが起きた際にはすぐに停止することになっている。パシフィックガスエレクトリック社は、ディアブロキャニオン原発の建設が許可される前の6年間、 ヒアリング、住民投票、訴訟を受けた。一番の懸念は地震に十分に耐えられるかどうかであった。工事が始められた1968年に建設予定地は安全であると判断された。1973年に原発が完成した時、沖合数マイルの地点に活断層である、ホスグリ断層が発見された。 この断層は1927年11月4日にマグニチュード7.1の地震を発生されており、この規模では1906年のサンフランシスコ地震の16分の1に匹敵する力を引き起こす可能性があった。会社側は計画を見直し、地震発生時に安定性を強化する構造的補強を追加した。1981年9月、 PG&E は2つの原子炉にの構造的補強について完成予想図が1つしか使われていることを発見した。作業員に対して第二原子炉の工事をする際には完成予想図を反転して利用するよう指示していたにもかかわらず、実際には反転させずにそのまま利用した。チャールズ・ペローによると、その工事ミスの結果、補強すべき箇所に手がつけられないままになった一方、 多くの箇所で必要のない補強が行われた。にもかかわらず、1982年3月、原子力規制委員会は原発の安全性を認証し、1968年の決定の見直しは行わないことを決定した。振動などによって、冷却水中の燃料棒の核燃料の漏出や、空気中への放出、爆発などの懸念について、PG&E や、 原子力規制委員は、そのようなシナリオは、検証済みであり、漏出が起きる根拠はないと主張した。しかし、追加の研究も進行中である。2010年8月の原子力規制委員会の資料では、地震で原子炉に重大なダメージを受ける可能性は23,817分の1とされていた2011年4月、福島第一原発事故発生を受け、 PG&E は自社の新たな検証が終わるまで免許更新を許可しないことを要請した。ディアブロキャニオンは反核活動家による訴訟や抵抗を受けながらも建設と創業開始が行われた。1981年には2週間で1900人の活動家が逮捕される反対運動が起き、米国の反核運動最大の逮捕者数となっている。二千十一年四月、 ロイス・キャップス連邦会院議員とサム・ブレイクスリー州上院議員が安全性に対する懸念を表明した。キャップス議員は原子力規制委員会は全ての断層についてさらなる検証が行われるまで免許更新を与えるべきではない。と発言した。ありがとうございます。